はい、どうもこんにちは。先日からやってます、SG の、モディファイがね、徐々に、完成に、近づいてまいりました。で、一応ね、前回ねお話ししたあの穴埋めね、一応使わなくなるとこの穴ね、もともとのこのテールピースの穴とね、ピックアップセレクターと、フロントのボリュームとトーンの穴、それと後付けした、板羽のねトレモロの穴ね、一応ね埋めました。埋めたんだけど、ちょっとねマホガニー材がね、買いに行ったんだけどね、丸棒の丸マホガニー材がねちょっとなかったもんですから、ちょっと材料がね違う材でやったもんですから、打ち込む時にね、タイボンドを使って一応打ち込んであるんだけど、まあちょっと材質が違うってことで、多少この伸縮のね微妙な変化がねあると思いますんでね、まだ仕上げずにね、この打ち込んだ状態で、まあ面だけはある程度出してあるんですけど、まあ大まかに削っただけで、でまあ材がね落ち着いてから、もう一回ね細かく仕上げて、で塗装に入ろうかなと思ってます。まあちょっとしばらくねこの状態で寝かせようかなと思います。で、まあ、一応組み付けだけはね、まあ音のチェックとかもしたいもんですから、まあこの状態で、組んで、ちょっと、鳴らそうかなと思ってます。うん、でまた、仕上がった時にはねまたご報告します。前回ねブログにも書いたんですけど、これがね一応出来上がった、あのトップだけね 0.5 ミリを貼り付けた、ピックガードね。でリアが、元々はねこっちの裏側で、これもエポキシで、ブログに書いた通りねエポキシで埋めたやつ、これ黒で塗ってあるだけですけどね。で、リアねブリッジ側は使うから、貫通させました、穴開けてね。で今回ね、このバタスブリッジにね変えますから、位置がね変わりますから、この白くなってるとこね、これエポキシでもともと一回埋めてそれから開け直したんだけどね。でこれが一応このバタスに合わせてありますからね。うん、でだから、この穴が、元々のこのテールピースの穴と幅が一緒なんですよね、こういう。ね。この幅が一緒なんです。ね。ここの幅がね。それで、一応、ここもね、元のブリッジの穴は開け直すから埋めました、これもね。で、この、アンカーをね、打ち込むための穴をね、開けるんですけど、もうそれは、ピックガードをはめた位置でね、これでアンカーの位置が決まりますからね。ピックガードをつけた状態でセンター出ししてね、で、ここ二つをね、開けようと思います。で、イメージはね、イメージの前にね、で、これね、裏側が埋めたのがね、こんな感じでね、それは一応出してありますけどね。で、まあ、仕上げの時にアルミを貼って、まあ、それから、ポットをね、乗せようかなと思ってます。まあ、ハムバッカーだからね、ノイズはもともと少ないですからね。まあ、そんなに厳密にやらなくてもね、大丈夫だと思いますけどね。こんな感じです。で、組み付けた時のイメージがね、まあちょっと仮説だけどね。はい、まあ、出来上がるとこんな感じですね。まあ、ここに、ジャックがね、
入りますけど、まあ一応こんな感じですね。で、さっき言ったみたいにね、ここは全部一回仕上げて、で、今回はね、まあこれ打痕とかね、結構その穴埋めしたとこ以外にもね、もう4年間でね、結構打痕が結構いっぱいついてるんですよ。うん、まあ今回はね、その打痕はまあそのままでね、まあ変に修正せずにね、この穴埋め部分の、ちょっとこう段差を取るぐらいでね、まあ、もともとあった打痕はそのまま生かしてね、塗ろうかなと思います。一回、塗装をね、まあもともとラッカーのね薄塗りだからね、本当に数回、こう擦ってるとね、もうすぐこう剥がれますからね、うん、これも、本当にこの擦り合わせしてる時にね、もう塗装なくなっちゃってますからね。でまあ軽く仕上げて、でそれから、最初にね、お話ししたみたいに、まあイエローでね、全面拭こうかなと、まあネック以外はね全部イエローで拭こうかなと思ってます。で、最終的にはね、ここに、まあね、前からお話ししてる、まあ、バンブルビーの顔か、まあ、全身のイラストかなんかをね、ウォータースライドシールかなんか使ってね、で、貼ってね、で、仕上げに、クリアのね、ラッカーで仕上げようかなって、一応今のところはね、考えてるんですけど、まあ、どうなるかはちょっと分かんないですけどね。まあその辺はね、また完成したらね、報告しますね。はい、一応ね、そんなことで、SG のね穴埋め作業が一応終わりましたという、ご報告でした。